こんにちは、サンゴです。このギターですね、なんといってもこのアーキドトップで、ね、すごくシャープですよね。色っぽいボディにミディアムスケールのちょっとね丸くなってます。で、私はあの平べったいなんかネックはちょっと不得意なので、このネックの握りはレスポールに近いで、ミディアムスケールの24フレなので、昭和の場合24フレないと弾けない曲が、ヒット曲にあるので、24フレになってます。でね、このエスカッションがこの色はないんですよ。なのでこれと同じ色を塗ってもらってます。で、このエスカッションがこの色になってることでまたすごく華やかな感じになってますね。で、やっぱりあのミッドがしっかり出る音です。もちろんね、アンプ今あの私歪みのエフェクターは使ってないので、マーシャルのアンプと、このギターでどちらかというと極悪な感じの音が出来上がってますね。はい、あのさっきと同じで白いギターです。あのネックも基本的には一緒なんですけど、やっぱり白の方がちょっと塗りの問題もあると思うんですが、ちょっと広い感じがしますね。で、音はといえばやっぱりあの音はやっぱり極悪な感じですね。このあの、ダンカンのピックアップも一緒です。で、基本的に仕様は一緒なので、実はこれ D チューンがついてます。さっきのもね、ね、さらに極悪な感じですね。この D チューンがついてることで普通よりは、簡単に落とすことができます。ロック式なのでね、やっぱり D チューンついてないとすぐにはドロップとかなかなかできないんですけど、それがすごく気に入ってるところですね。で、これ実はこの星ね、白の方がよくわかるかな、この星の数も35個なんです。3号になってます。で、あの昭和の鉄板曲でフェアリーっていう曲があるんですけれども、フェアリーですね、妖精が。まあ、とにかく可愛いんですけど、音は極悪です。さっきの本当この2本は、ここにバインディングが入っていて、ここにあったのはセイモアダンカンだったんですけど、これはアリアのピックアップです。エスカッションはそのまんまで、これはシールなんですよね。さっきの2本は全部手書きです。ね、でこれエスカッションがないのと、値段もお安くなっております。で、ただ音はですね、意外とがっつり。これは残念ながらあの D チューンはついてないんですけど、今ね、これレギュラーです。それでやるときは半音下げなんですけど、意外とナオマヤンとか、いろんな人とやることも多いので、そうするとレギュラーの、こっち今白い方もレギュラーになってます。レギュラーになってます。で、もう一本これのプロトタイプのやつがあって、それを、サブで、レギュラーのサブ、フラットのサブで
ドロップにすることも、特に今回のアルバムドロップが多いので、どっちかがやっぱりドロップになると思いますね。フラットチューニングのドロップにすることもあるので、多分こっちがドロップになるかな、白い方がね。で、多分この子がそのサブになるような気がします。これは、アコースティックギターですね。結構この薄いのでライブで弾くのにはすごくいいですね。バランスがすごくいいです。このアコギって意外とそのバランスが私は重要だと思ってるんですけれども、で、これね、ピックアップもマイクとピエゾーと切り替えができたりミックスできたりしますね。で、私やっぱりこのホールのタイプが好きで、どうしてかっていうとやっぱり深い音がすごく弾いててするので、厚みがあると今度ライブの時とか他の音が入ってきた時に変わっちゃったりとかするんですけど、このギターは意外とそこの部分ではある程度鳴って、ボディが鳴ってバンドが入ってきた時にも意外と羽振らないという、ライブですごく、使い勝手のいいアコースティックギターですね。あ、ま、ちなみにこれ変態チューニングですけど変態チューニングですね。ブルーローズブルースという曲でライブでやってる時にこのチューニングでやってます。三弦がいいですね。もうだいぶ経つんですけれども、この JVM の4101ですと、例えば私はエフェクターを使わずに歪み系とかを一切使ってないので、アンプの中でそのクリーントーンとクランチとそれからメインの歪み、そして歪みでも2パターン作れるんですよね。例えば、普段使ってるのはみたいに、音量の差を私は結構分けるのに使ってます。曲によってね、意外と同じような歪みでも、ボリューム的に例えば今小さくしたりとかしてたんですけれども、例えばですね、今みたいなのだと、バッキングの時は小さいチャンネルを使って、ソロになったら、やっぱりどうしても音が下がるので、こっちの大きい方を使ったりとかっていう、一人でね踏み分ける時はこういうこともできます。あとこれね、こっち側に、クリーンチャンネルとクランチチャンネルがあるんですけど、このクリーンも、グリーン、オレンジ、赤っていう、どんどんちょっと歪みが加わっていく感じですね。ね、クリーンの時は意外とドクリーンにしていることが多いので、ただセッティングを変えればThank you.
少しだけクランチになった感じの音。だから使う音によってここで、設定すれば、いくつか音ができます。あとね、これもそれでよく使ってるんですけれども、クランチの音ですね。こんな感じで、クランチの音も音量をね変えないで、自分が使いたい音量のところで設定できるっていうのがすごく便利です。このアンプ以外はちょっと出てほしくないぐらい。まあ、昔使ってたアンプとかだとどうしても歪みの音をメインで考えると、マスターが変わらないので、いきなり、クリーンが使えないような音量になっちゃったりとかっていうのがあってすごく不便だったんですけど、このアンプに関してはもう本当に4通り 4×3 ですね、12通り音がまず選べて、それも設定とかマスターも変えられるので、それプラスあんまり私は使わないんですけど、リバーブもそれぞれに入れられます。プラス私がマーシャルで一番苦手だったミッド上げてもトレブルが上がるっていう、でどちらかっていうとキーンっていう音が苦手なので、でもこの子はレゾナンスがあるんですね。だからレゾナンスで結構下のあったかいところが出てきてくれると。もうずっとこの子はずっと出しててほしいアンプです。私ライブの時にやっぱりボリュームでコントロールするっていうよりはやっぱりよく動くので、足元でちょっと音が入っちゃったりとかする場合のコントロールとか、まあ普段テックにやってもらってるんですけど、それでも足りない場合の音のコントロールですね、特に、ブレイクの時にちょっとフッて出ちゃったりとかした時のコントロールがほとんどボリュームペダルになってくるので、かなり頻度が高いんですよ。これはテックのよっちゃんがこれいいですよって言って、貸してくれたパーフェクトボリュームですね。で、いろんな色があって、フォノグラムみたいなのもあって、ブルーが好きだったのでブルーを買ってもらいました。であとやっぱりね、こう動いてる時に小さかったりするとどうしてもバランスが悪くてコクってなっちゃったりするんですよね。小さいボリュームペダルや軽いボリュームペダルだとまず耐久性が悪いのもあるんですけど、横に転がっちゃったりとか動きながらやってると、この子はそういう点ではすごくいいです。で意外とそのボリュームペダルの耐久性って物によって紐だったりとかするとすぐダメになっちゃったりするので、ワウペダルとともに消耗品だと思ってたんですけど、この子はすごい持ってます。相棒です。これは一人旅の時にも必ず持っていくディレイと、この子はこういつも あとズームですねが、いつも持ち歩いてる必需品になってますね、ギターとともに。はい、私に必要なのはもうアンプと基本的にディレイだけです。全ドリターンにディレイを、入れて、あとはアンプ直というのが基本なんですけれども、これがねなかなか自分が昔使ってた 1U とか 2U とか のディレイが今なくて、この SDD3000 のペダルが出てようやくちょっと自分が欲しかったディレイが、出てる感じですね。でこれインプットがあるんですよ。だからアウトはないんですね。アウトがあるともうそれこそ今まで使ってたのとすごく、音作りの中で私はこのここに入ってる音も使ってた状態だったので、ディレイをつないだ時のバランスで、ある程度歪みとかの部分も含めて音を作ってたので、ただこれはもうこのインプットがあるだけでだいぶ違いますね。でやっぱりこのディレイが昔のこのラック
のディレイに一番近い、結構音もあったかみがあるかなと思ってます。これは、ずっと出てほしいアンプと同様、基本の、ソロだったり自分が使う音、この子とこの子、基本です。ズームなんですけれども、もうとにかくいろいろストンプって使えるのかなって思う人もいると思うんですが、とにかくいろんな音が入っているので、この中で、例えばうちの曲の中だとよくギャングリングとかローリングプラネットみたいなオクターブ、一人で弾けないのでオクターブを使うところで、このピッチシフトとかは結構下をしっかり入れてくれます。なのですっごい使えますね。必ずこれを使ってます。例えばあとアコースティックになった時とかも使える音が結構あるので、飛ばし物で昔だとね、これは、MXR、 これは何々だったんですけれども、これ1台でいろんなことが、いろんな飛ばし物ができるっていうところはやっぱすごいと思いますね。つなぎ方もいろいろできるの でチャンネルもいろいろあるので、こう1人で何かしなきゃいけない時とかはこれ1台あれば、そう飛ばし物プラスチューニングもできるという。で実際にテックがいる時でもここで使える音はかなりあるので使ってます。上物で大事なのは逆に言うと今これです。で一人でやっぱりセッションでツアー回ったりする時もこの子は欠かせない。あとボリュームペダルがあれば、あとは地元でこのヘッドを用意してもらえれば、ほぼ庄屋と同じ音がですね。はい、今日は私の基本の機材を全部紹介させていただいたんですけど、この機材をガーって鳴らせるのはやっぱりライブ会場なので、皆さんね大変な1年半を過ごしてると思うんですが、ぜひライブ会場でねまた会いたいと思います。でバンドやってる人もね、なかなかライブやリハが入れないっていうこともあると思うんですが、やっぱりね時々はしっかり防護体制をしっかりしてアンプで音を出して、アンプとギターとやっぱりコントロールするっていうのはお家で弾いてるだけでは無理なんですよね。そのコントロールができるっていうのはやっぱり大きい音を出すっていうところなので、バンド活動も少しずつみんなねできるといいなと思ってます。ぜひ庄屋も今年35周年36周年に向けて、一本でもライブをいっぱいやりたいと思ってます。皆さんまたライブ会場で会いましょう。